そしらです。せいやです。うん。さあ、せいやさん、本日は食べたことないココイチ。ココイチ。ココイチはね、もう知ってますか？知ってます。いや、知る人ぞ知る。せいやさん、食べたことないのないんじゃん、ココイチ。トッピングってことでしょ？いや、それどうなんでしょうか。実は今回僕もね、知らないんです。どういうこと？こちら、寺西くん選抜。マネージャーの寺西くんがこれ食べたことないけど、どうやねんっていうメニューを頼んでもらいました。提案してきたの。そう。もうこのね、ココイチはもう大好きで、はい、もうナンバーでね、劇場のもう NGK と吉本漫才劇場、間にあるんで、もうほぼ、劇場の合間ほぼ毎日ぐらい行ってたね。ああ、こうあるね。そう。持ち帰りも。大体チーズとほうれん草を、つけて食べるんですけど、いいね、まあ、たまにシーフードとか、はいはいはい、そういうのがないトッピングとかメニューになってると思います。頼むで、はい、ほとんどあるでしょ。楽しみです。ココイチなんか、お願いします。皆さんがこれ頼みたかったけどどうやねんっていうのを僕がさっきうまいやつを探して、さあ行きましょう。はい、まず1品目、はい、食べたことないと思いますよ。ココロッケココロッケあらへん、いや、あらへん、あらへん、あらへん、かけへん、かけちてね。なんてなんて、このあらへん、かけてん、かけちてね。このココロッケ、ねえ、ね、ここの小さいコロッケです。そう、ココロッケだ。ここ一のコロッケなんでココロッケです。はい、これ食べたことないと思います。ないです。どんな味がするのか、いただきます。カレーコロッケの感想すごい気になった。うまっ、うまいんかーい。カレーコロッケヘイビのハウスボーイ。はーい、ちゃんカレーコロッケ。あ、そうだね。うん、え、トッピングでも可能なやつってこと？そうか、サイドメニューだって。サイドメニューですね。ええー、うまっ、うまい。あ、なるほどなるほど、こんな感じで入ってます。あ、あ、あ、ココロッケ、サクサク、カレーコロッケ、おいしい。皆さん、その今日ちょっとカレー食べるほどお腹空いてないなという時はちょっとこれだけ買ってマジでこう、こいついかんけどな、ココロッケ。そんな時、おすすめ。あ、まあまあ、いいね、いいね、はい、頼んだことないわ。いいね、寺西専務。いや、いいよ、寺西。そして次行きましょう。うちころセット。うちころセット、うちころって怖い。うちころセット、もうすぐ射殺や。うちころ、うまそう。ああ、うまそう。あ、そういうことね。こういうね、オードブルになってるんですね。ちょっとそんなもんね、なんかみんなで作るみたいな感じ。そうそう、こういうね、居酒屋のメニューみたいな、うん、こんなんあんま食べたことないじゃないですか、ココイチで。ないね。いただきます。いただきます。あ、これでもあれか、トッピングに乗ってるやつかな、パリパリチキンとか。あ、それを単品で普通に唐揚げみたいに食べれるというシステムです。置いた。そのパターン知らないねんな、その食うて。うまいんかい、うまいんかい。買えへんよな。マジで流行らそうとしてる。買えへんから。めっちゃうまい。あ、そう。あ、これ何、このね、ないよ他に。唐揚げでもない、チキン南蛮でもない。なんか餃子みたいな、なんか新しい鶏の食感。気になる。めっちゃ味はカレー。いやいやいや、普通の、鳥、美味しい鳥やねんけど、竜田揚げでもない、なんやろ、この新しい鳥の、パリパリチキンみたいなのが独特や、あのココイチの、それがそのまま楽しめるという、美味しい、ええやん。カレーパーってのはこんな味すんねん。じゃあ、から、普通のカレー。普通のカレー、別にや。うん。うん、うん、僕らは、うまい、大流してすな、お前。全力でやれよ。これうまそう、みんな。運動会運動会言ってみる。うまいんかい。運動会を思い出します、このウインナー。
お弁当的な。そう、美味しい。それこそあのトッピングのみたいな。あ、そうですね。なあ、あ、これうまいわ、ほんまに。これと白米だけで食べたい。いや、ココイチじゃなくてええな。あの、トッピングでええやん、今出てんの結構全部。あの、なんか違う感じの欲しいな。はい、何ですか。どうなんか変なのさ、アイさんみたいな、今めっちゃ似てた。らっきょー、らっきょう。いやいやいや、え、これえ、別売り。別売りなんです。これトッピングでないんですよね。別売りで頼む。え、カレーにらっきょう聞いたことない、ね、どういうことだ。え、ただではもらえへんやつだとして、店だったらあるかもしれないですけど、なんか誰かからってらっきょう買わないやつ。いや、そのわざわざデリバリーでそういうしてんな。売ってるやん。あ、いい音。いや、それ普通のらっきょうやん。何でって食レポは。うまいかーい。仕事してるね。味がちゃんと染み込んでます。あ、そう。俺ね、酒飲みやからこういう酸っぱ辛いのめっちゃ好きやね。あ、ええや。うん、こういうね、味がもう一番好き、ほんまに。こういうの家で常にキープしときたいね、冷蔵庫に。ココイチで頼んで、これあり飲みとか、このちょっとしたつまみ、ちょっと休みたい時にらっきょうでちょっと今日はお酒と飲むみたいな、ありやと思います。さ、次ポテトサラダ。普通のらっきょうやろ、多分。いや、普通のポテトサラダよ、それも。いや、でもココイチのポテトサラダ、なかなか食べたことない。おい、大丈夫か。らっきょうで、らっきょうでなんかなってるやん、もう。いや、いい感じ、らっきょうでこの、あの、酸っぱい感じがすごい合うっていう、いい感じ。ポテサラ、いや、普通のポテサラ、はい、あ、ポテサラ今さら褒める気さらさらないっていう感じでしょ。いきます。もらいもうまっ。あ、俺ね、ネチャネチャしたじゃがいも系無理なの。はい。これね、さらさらしてるの、好きなポテサラ。ポテトサラの中でも初めて食べた。でもココイチのポテサラ、まあな、不安な。いいね、うまい、うまいんかい。うまいんかい。あ、くるりんぱですよね。今パクりましたよね。いや、俺上島さんにあの期待してるぞって言われたことあるから。言われてた、言われてた。体いや、知ったの、これじゃないよ。体張り頑張れ。体張りや、熱湯風呂とかや。くるりんぱの継承じゃないよ。さあ、ラストです。ラスト、ラスト、うわお、ラスト、こちらですね。じゃあ、もうネバネバ三昧。ああ、え、トッピングってこと？納豆とオクラ、はいはいはい、そうだね、のカレー。ないわ。これはテラジン食べたことないね。あ、ネバネバ好きの人でもない。いや、まあ普通に頼まない。それだ、福神漬け。福神漬けです、これは。福神漬けも入れんのでしょ。もう俺は好きやね、福神漬け入れちゃうね。いつで食えよ。福神漬け、いや、ネバネバちゃうやん、福神漬け。福神漬けちょちょ、お前変なことしてるで。納豆とオクラだけでやれよ、まずは。福神漬け入った。いけー、ネバネバたち。ちょ、福神漬け気になるわ。さあ、別で要素って上やろ。納豆もかかってた。かかってました。なるほど。そして驚くことなかれ、あ、ここにも福神漬けあります。いらんせえ。ちょ、いらんやん、その追加の福神漬け。福神漬け大好きやん。別で食えや、要素って。一緒に入れんなって。ネバネバならんやん、せっかくの。ちょっとね、一口大にカレーをかけまして、ネバネバを混ぜます。福神漬けがストッパーになってるって。いや、粗品さんね、はい、納豆食べれないの、ね、食べれないです。これを機に、ありかもよ、ココイチのネバネバ三昧。見てください、皆さん。うわぁ、かなりですよ、これ。まあまあまあね。うわぁ、うまそう。もうわかんないよ。うまそうちゃう、これ。うまいんすかね。
このギャグへの振りが何勝負あんねや。ちょっと言ってみたいと思う。うわぁ、こら、まあ、それはちょっと確かに、こらちょっときついね。きついんちゃう、それは。こらきついね、これ。いただきます。大丈夫かな。お、ダメだ。まったや。めちゃめちゃうまいんかーい。これ大丈夫か。合うんかーい。あとワンステあるよ。うまっ。あ、うまい。あのね、納豆とオクラとカレーめっちゃ合います。あー、まあまあ、それはネバネバ。福神漬けもこれおすすめ。食感がうまっ。あー、お前、めっちゃ飯食ってんな、今日。大丈夫？いや、めっちゃダメだ。それでも食えんねん。いや、うまいからね。ココイチさんじゃね、食えないこれ。ハンバーグ食ってたもんな、それ。うん。え、西さん、これ正直、うまそうでしょ、でも。うまい。めちゃくちゃうまい、これ。いいね、食いっぷり。おい。めちゃくちゃある。いや、俺、なんか納豆嫌いやからな。それがちょっと納豆の嫌な感じが残ってるでしょ。いや、でもね、カレーと納豆で全然納豆の嫌な感じ残ってない。あ、そう。うん、じゃあ、まあ、そう。いや、ちょっとココイチ出られてもよかったね。結局じゃあ、その何、どれが一番次も頼むの？見つけたって、 MVP は。あ、次俺が店行って頼むやつ。うん、それは大きなほうれん草チーズ。もうええわ、お前。何やねん、こいつ。定番外せないね。ネバネバ食えやと。ラッキョ頼んで。いや、あのアラカルト。ここ100回行ったら、100回行ったら1回食おう。全然すぐ食わない。ほうれん草チーズと、じゃあお前、タルタルソースがうますぎる。ね、レギュラーメンバーに変わるやつを。もうちょいやな、もうちょいやな。でもほんま DH には入れる。指名打者にはいるの。セリーグでは使えないと思う。バレるじゃん。しゃあないな。よっしゃー。コーディシティ。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録、お願いします。